皆さんこんにちは。インターネットコンビニクラブ主催者の藤井隆弘と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんのインターネットライフをですね、根底から変えてしまうような素晴らしいお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までね、じっくりとご覧いただきたいと思うんです。そしてね、このビデオは何回も見ていただきたいので、もしよかったらね、このページをですね、皆さんのお気に入りとかブックマークとかしていただいてね、で何度も何度も繰り返し見てください。この後はブラウザの画面を見ながらお話したいと思います。それでは始めたいと思います。目的は継続して売れ続くページということなんですね。もしあなたがブログアフィリとかホームページとか運営していらっしゃってね、十分なアクセスがあって、毎日のようにアフィリ商品が売れ続ければ何も言うことはないんですよ。こんなに努力して、こんなにブログ書いてるのに、こんなにホームページ勉強してですね、商品ページを作っているのに、一向に売れる気配がないとかね、何が足らないんでしょう。売れるにはどうすればいいんだろう。その目的をどうすれば達成できるのか、一緒にこれから考えてみましょう。それから、時々売れてる人ね、かなり売れてる人、アメーバブログから引っ越ししたい人、引っ越ししつつある人、ワードプレスにチャレンジしている人なんかにもね、聞いて損する話でないどころか、すごいお話なんでね、ぜひ最後までご清聴よろしくお願いいたします。価格 .com とか Amazon などね、大型ショップに負けないような長大なポータルサイトを今作ってるんですよ。この情報をですね、大切な大切なあなたにだけお知らせしたい。ビッグなビッグな在宅ワークのお話なんです。まずね、アフィリで継続安定高収入。こんなのって聞いたことあります？普通アフィリっていうのは単発で売れてね、売れたり売れなかったりするもんでね、継続するもんじゃないですよね。でもね、アフィリで継続、安定してですね、基本給みたいなのがあってね、安定収入があって、で、それにプラスアルファがあるみたいなね、そういう高収入、そんなのって聞いたことありますか？高額通ティアとね、有料会員アフィリだと、それがね、可能なんですよ。これね、特別な SEO 対策は一切いりません。自然 SEO と Facebook 集客、この集客に関してはですね、私が特許申請しておりますのでね、世界で他にはないと思います。単純でね、刹那的な従来のアフィリとは全く違うんですね。ちょっと前置きが長くなっちゃうんですけども、本題に入る前にね、お話ししておかないとね、後の話がね、ちょっと通じないと思うんで、申し訳ないんですけれども、前置きの話ちょっと長くなります。もしね、あなたがアフィリで継続、安定、高収入を得たいとしたら、アフィリです。絶対稼ぐぞっていうね、そういう決意をしてるとすれば、この出会いはね、あなたの人生を根底から変える可能性があるんですよ。で、その訳と秘策をね、ぜひ見ていただきたいんでね、最後の最後まで入念にご清聴を願いたいんですね。まあ、これはイメージなんですけど、あなたの一石で波紋のように広がる安定収入源。おそらくね、SEO 不要でね、これ自然に SEO になるから SEO 不要ってことなんですけど、おそらく SEO 不要のアフィリで継続安定収入、多分見たことも聞いたこともないんじゃないでしょうか。そのちょっとね、中をちらっとお見せすると、ツーティアマージン、ツーティアってお分かりになるかな、これから説明していきますけども、ツーティアマージンがなんと15,000円、普通ね、何十円の世界なんですよ。普通ね、ツーティアマージンって何十円とか100円とか200円とかね、そんな世界のものが多いんですけど、ツーティアマージンがなんと15,000円、その後毎月2500円入ってくる。だからたくさんあればね、この2500円かける数ですよね。それのビッグアフィリっていうことなんですね。で、まずね、継続安定高収入の要素っていうのは一体何かっていうと、あなたのツーティア軍団が作る安定高収入ってこう一応書いたんですが、これ一人でね、たった一人で単発アフィリね、継続的な収入が得るようなアフィリじゃなくてね、一人の単発アフリっていうのはね、一生懸命努力しても、まあたまたま売れたとしてもね、その売れる金額を知れてるわけなんですね。だから同じ努力をするんだったら、単純で一人のアフリよりも、あなたの子供会員ね、まあこれツーティアって言うんですけど、ツーティア軍団を作って、その軍団が働いてくれたツーティア収入を得る方がね、はるかに得なんですよ。これね、実はインフォカートの画像なんですけれども、引用元っていうことでクリックしてもらうと出てきます。これクリックするとね、こう出てきますよ。
で、こう下の方なんですけれども、まあこういう2ティアっていうのはね、あなたがアフィリエーターですけれども、その子供会員のアフィリエーターを作るっていうのが2ティア。2ティアっていうのは組織、ティアっていうのは組織っていうんですね。で、こちらが先ほどあった画像ですけれども、あなたがいて、あなたの子供会員の方が何かアフィリで売られました。購入者がいて。そうすると、そのアフィリエイトマージン入りますけども、あなたにこの2ティアマージンが入るっていうね。まあ、こんなことがね、書いてありますので、まあ、ちょっと読んでいただければと思いますけれども、これがですね、以前からあるシステムなんですよね、この2ティアっていうのはね。一つのアフィリエイトからね、毎月定額収入アフィリっていうのはあるんです。給料のように毎月収入があるってことですね。同じ努力するんだったら単発のアフィリよりもはるかにいいですよね。この定額収入があるようなアフィリをですね、1件、2件、3件と、10件と累積していくとね、ずーっとその累積分が入ってくるわけですから、毎月なんか月給みたいな感じになってくるわけですね。で、普通はね、先ほどもちょっとお話しましたけども、2ティアで毎月定額って言ったってね、2% じゃね、例えば1万円の商材を売って 2% で200円ですよね。で、知れてるわけですよ。でも1万円で、例えば仮に 25% だとしたらね、2500円が入ってきちゃうわけですよ。一人からね。その累積。これすごく大きくなりますよね。10人いたら2万5000円ね。50人いたら12万5000円ですよね。まあとにかく大きなお金になってくるんですよね。で、ピンとくる人はね、この2つだけで収入いいんですね。この2つっていうのは、毎月入ってくる高額な2ティアマージンと、それからあなたの軍団が作るね、この子会の軍団が作る、この両方を加味したらね、こうすごい大きくなってくるっていうことなんですけれども、軍団が作る定額アフィリの累積。これだけでね、すっごいやる価値あると思いませんか？これ意外とね、みんな気がついてないんですよね。ではそれは具体的にどうなるのか、どうすればそうなるのか。まあ、いよいよ本論に入ってきますけども、まあちょっと話が逸れちゃうんですけど、社会貢献しませんか？このね、システムをいろんな方に伝えるってことです。そうするとね、あなただけじゃなくて、いろんな方がね、単にアフィリやるやり方は同じなんだけれども、内容が全然違ってればね、この組み合わせね、アフィリ軍団と定額アフィリの組み合わせっていう、この方法をですね、あなたのいろんな大切な友達に知らせていくことによって、みんなが幸せになれるんですよね。そういう意味で社会貢献になっております。で、これがね、どのくらい膨れ上がっていくのか。それもあなたが収入を得たいアフィリエーターさんに一石を投じる。それで自動的に増えるとしたら、もうワクワクしてきますよね。ワクワクドキドキじゃないですか。それで多くのアフィリエーターさんとか在宅ワークの方を救えるとしたら、素晴らしい社会貢献になってね、本当にドキドキワクワクなんですね。あなたの大切な人を幸せにする。ここはね、立派な社会貢献ですね。そしてあなたはもっと幸せになるわけです。前置きはこのくらいにしてですね、これより本題ということで、じゃあこの継続安定高額収入、このアフィリのシステムって一体どんなものかというと、この有料会員アフィリと2ティア高額マージンを組み合わせたものですね。このあなたがいて、ツーティア軍団がいて、あなたの当然直接アフィリもあるんですよ。だけどもそれ以上にですね、あなたが集められるね、あなたのツーティア軍団の一人一人が売れる分がもし同じ数だとしたらね、このツーティア軍団の数だけ多くなるんですね。しかもそれが有料会員アフィリ、毎月入るということであればもっと大きいわけです。ちょっと金額的なことを言うと、アフィリマージンとツーティア報酬が同額に作ったんですね。アフィリマージンとツーティア報酬が同額。まあ普通ありえないんですよ。普通はアフィリマージンが 20%、ツーティアマージンが 2% とかね。アフィリマージンは 30% あると、ツーティアマージンはやっぱり 2% っていうのが多いんですね。だけども、私どもの場合は、1アフィリから初月ね、まあ、入会金みたいなものですけど、それは 13,750円のアフィリエイト報酬が。で、大きいのはね、15,000円。で、翌月からは毎月1人あたり2,500円入ってくる。アフィリからね。で、2ティアもですね、全く同じ金額。同額なんですよ。
13,750 円から15,000円。翌月から毎月2,500円。同額の成果報酬。ということは、継続収入の方がこの2500円の分ですね。2500円かける、あなたの直接アフィリート、ツーティアのこの方々がね、人数分の累計人数。ということになりますから、計算してみるとね、結構すごいんですよね。で、ちょっと一つの例としてね、毎月定額27万円を得るには、まあ27万あるとね、普通の月給ぐらいなんじゃないですか。で、これがまあ基本給というふうに考えてもらえばいいんですけども、もしあなたがメルマガとかフェイスブックで告知してね、10人だけ有料会員サービスに入会、加盟してもらったとしてね、その10人がまた全く同じことをして、それぞれ10人の会員を動員したとすると、あなた自身は10人しか成果を上げてないのに、あなたの会議報酬としてね、2500円かける110人、あなたが10人、あなたのツーティア会員が1人当たり10人、つまり 10×10 だから100ですよね。それプラスあなたの10。で、合トータルすると110ですよね。そうすると27万5千円という定額報酬が、あなたに入っちゃうんですね。これはね、もうこれだけで生活ができちゃうというふうになります。だけどもその他にですね、先ほどのね、13,750 円とか15,000のこの報酬が別にあるわけですね。これとは別なんですよ。これがどのくらいになるのかっていうと、あなたの成果が10件、ツーティアさん1人の成果が同じ10件、全く同じ110件ですね。そうすると定額は27万5千円毎月だけども、その他に初月ね、初月には150万から165万円稼いでることになっちゃうんです。あなたがされたお仕事はたった10人の募集に過ぎません。でもその他100人分のツーティアの方が働いてくれた、これ全く不労所得ですけどもね、こんな大きな金額になってくる。なんかボーナス的にいただいてですよ。まあよくね、何百万稼ぐとかいろんな話ありますけども、これね、実際にやるのはね、あなたが10人の募集をしたっていうだけですから、全然違いますよね。なので、もしかしたらこれはあなたの本業にもできるかもしれないし、それからもっと稼いでセレブにだってなれちゃうかもしれない。これはもうね、小遣い稼ぎじゃないんですよ。あなたの生活を支える本業になる。まあそんな可能性大ですよね。こちらの方にね、その事業計画っていうのがあるんですね。この事業計画体験版ということでね、こちらの方をクリックしてもらうとですね、これ、Excel が出てくるんですね。そうすると、こんな白紙のやつが出てくるんですよね。で、こちらのね、グリーンの方が、直接アフィリ、あなたのアフィリですね。そして、この黄色っぽい方ね、こちらの方がマネジメント料、ツーティアとなってるんですけども、これはツーティアの方の計算ですね。この合計がこちらに出るようになっています。ちょっとやってみたいと思いますけれども、例えばここに、まあ、仮にね、1ヶ月目に1人入れます。そうすると、直接ね、当月のマージンが1万5千円入ってくる。で、翌月からね、2500円、毎月こう入ってくるようになるわけです。で、こちらがトータルになるんですね。じゃあ次に、じゃあ例えばまた1とこう入れてみます。そうすると、翌月、2ヶ月目に1万5千円です。ロイヤリティの方は、翌月5千円、ずっとね、5千円入ってくるわけですね。で、こちらに、じゃあ例えば2とこう入れてみます。そうすると、この合計が出てきますね。で、1とかね、まあ、適当にこう入れてみます。2とかね。アフィリエーターさん、つまりこのアフィリエーターさんがツーティアさんに変わるわけですよね。で、このツーティアさんが今度は例えば1ヶ月目はまだないですけど、仮に2ヶ月目の方が平均ね、例えば1人ずつ、1人入れたとすると、こういうふうにこちらの方が出てきます。そうすると、ツーティアさんの累計はまだ1人ですね。そして当月1万5000円入って、その翌月から2500円ずつこう入って、そしたら、例えばまたその次も1とかね、入れてみると、合計3名になってます。1人と、その翌月ね、1人と2人を足してですね、3名になってます。で、こちらの方はね、その翌月ですから、3名分の7500円がこの次に入ってます。で、この次、例えば1と。するとまた、増えていくんですね。合計7名になってますよね、今度は3プラス4ですから、7名になってますから、その翌月1万7500円。
まあ、これ2なんてやったら結構すごいんですけど、もうこれだけでね、1ヶ月15万とかね、入ってきちゃうんですね。じゃあこれをですね、簡単にちょっとまとめたのがね、こちらの方にあります。こちら白紙ですから自分でやってみてくださいね。同じです。こちらの方もね。こちらの方はですね、最初の5ヶ月間だけね、2、2、2、2、つまり10人をね、早くやってしまうという考え方でやると、1ヶ月あたり3万円、3万円とか入ってくる。で、この2500円のね、ロイヤリティの方はね、最初は2人分ですから5000円。翌月はこの累計になってますから4人分で1万円。翌月は6人分ですから1万5000円というふうに増えてます。で、6ヶ月目からね、もう10人超えたらですね、ちょっと力抜いちゃったということで、一人ずつ、まあ1ヶ月に一人ずつ入れたというシミュレーションです。で、今度はあなたの子供会員の方ね、このマネージング2ティアの子供会員の方が、毎月もうちょっと、これは平均しか出ないのでね、平均が一人ずつ入れたとします。そうすると、まあ1年間初年度の年収は321万円となります。もうね、最後の12ヶ月頃にはね、一人ずつしかやってないんだけども、50万超えてきましたね。で、さらにですね、今度はこれやっていくと、で、2年目ですね。2年目もずーっと一人でやっていくと、もうどんどん増えていっちゃうんですね。そして、このあたり、20ヶ月目ぐらいから100万超えてきますね、収入がね。で、トータルが2年目がいつ、まあ、1000万超えてます。ということで、まあ、この通りね、まあ、そんなに無理しないで、一ヶ月に二人程度の最初ね、5ヶ月間だけ頑張って、まあこれ一ヶ月でやっちゃう人もいると思うんですけど、まあやってですね。で、その翌月から、こう、一人ずつ、まあ仮にね、まあそんなに期待しないでね、一人平均、まあ中には0もいるが、2も3もいるかもしれない。まあ一応平均1と考えるとですね、このような数字になってきます。まあちょっとね、面白いんでね、ぜひやってみてください。もう一回言いますけども、こちらのグリーンの方は直接アフィリですね。そして、黄色い方はね、子供会員の 2PR の収入。まあ、一応マネジメント料ということでね、本当はこれ、不労所得なんですけど、マネジメント料という形でいただくということです。こちらの方がね、はるかに大きい数字になっているということをご理解いただければいいと思いますね。全然違いますよね。大きさがね。まあ、そういうことで、この 2PR、子供会員を集めていく。ということがいかに大きいことかということをご理解いただけたんじゃないかなと思います。まあこんなんでExcelがある方はね、やってみてください。じゃあ子供の会員2ティア軍団を作るにはね、どうすればいいのか。これね、特別に2ティア募集をする必要ないんですよ。これからご紹介する商材があるんですけども、自動的にあなたの2ティア軍団ができる仕組みになっているんです。これ新規会員がね、入ります。で、そうすると、あなたの2ティアタグ入りの特別な方法で登録してくれるんですね。そうすると、あなたの子供会員に自動的になるんです。この方も一生懸命やりたいので、当然、アフィリ登録するわけですよね。ただし、すでに登録された方は、この2ティアにはならないアフィリだけなんですけどね。で、その中で最も広めやすいのは、人気商材の Facebook アフィリでサクサク稼ぐ方法。まあ、その他2つの商材。商材 B ということでね、ニューサクサククラブ、それからインターネットコンビニクラブってあるんですけども、いずれもですね、成果が出るとその方の子供会員として、ツーティアに組み込まれる仕組みになっていますので、どの商材をアフィリされても軍団ができてしまうと。軍団になってくださいよって言わなくてもいいわけです。私のツーティアやりませんか、私のツーティアでアフィリやりませんかって言わなくてもいいわけです。あなたが、この私が紹介する商材をね、皆さんに紹介するだけでいいわけです。そうすると自動的にこうなってくるんですね。で、実際にやることは、なんか複雑になってきましたけども、実際にやることは何か。これ全部ね、テンプレートがあるんですよ。で、テンプレートにですね、文章のひな型ね、それをコピー&ペーストで、例えば Facebook のメッセージに貼り付けてですね、で、送るだけでいいわけです。ということでね、前置きの話が長くなったんですけども、前置きの最後としてですね、この事業計画。という部分もお話したいと思うんですけども、前知識としてね、ちょっとお話したいんですけども、究極の SEO 対策。まあ今は SEO 対策いらないって言ったんですけど、じゃあこれ一般論ですよ。一般論で究極の SEO 対策は何か。今はね、ドメインパワーです。ドメインパワー聞いたことあります？これね、普通のショップサイトとかホームページでね、
例えばブログアフィリでね、稼ぐには優れたセールスレターが必要なのは当然なんですけど、アクセスが必要なのは当たり前ですよね。アクセスがなきゃね、誰も見ないときゃ売れるわけないんですね。ですからそのアクセスをいかに集めるかっていうことで、皆さん必死になって SEO 対策を一般的にやるわけです。で、そのアクセスをですね、得るために SEO 対策でね、成功した最高峰、一番優れてるの、それがドメインパワー。例えばですね、エアコンや液晶テレビとかね、まあトースターとかいろいろとあると思うんですけど、家電製品でね、Google 検索してみてください。1位はね、ほとんど価格 .com ですよ。まあ例えばね、いろんな本がありますね。こういうね、まあ、銀翼のイカロスって言うんですか、私読んでいかないんだけど、海賊と呼ばれた男とか最近売れてるらしいんですね。それから新説豊臣秀吉とかね、まあ今あの黒田官兵衛のことやってますけども、新説豊臣秀吉とかね、売れてる本があるんですけども、そういう本の名称で検索してみてください。ほとんどアマゾンの1位なんですよ。アマゾン以外ほとんどないっていうぐらい。逆に考えると、この2社はね、新しい商品ページを作ってもね、だいたい1週間ぐらいでね、Google 検索1位になっちゃうんですよ。こんなのあるかな？不思議だよね。で、実は、この理由っていうのがドメインパワー。で、ドメインパワーがついてしまうと、そのサイトで新しいページを作ってもね、早く検索でトップ、Google 検索でね、トップになったりするんですね。ちょっと Google 検索やってみましょうか。例えば、ここで、そうですね。先ほどあった液晶テレビ。液晶テレビ。そうすると、これは広告ですから関係ないんですよ。この一番上、1位これですね。価格で売ってるんですよね。それから、じゃあね、スマートフォン。普通スマートフォンって言ったら、ドコモだとか、ソフトバンクだとか、トップにあると思いません？で、スマホで行きましょうか。スマホ。で、iPhone とか広告ありますね。でも1位は、価格 .com なんですよ。不思議ですよね。ね。まあ、そんな感じで、とにかくトップなんですね。じゃあ、このようにね、ドメインパワーのあるサイトにするには、まあ、普通、一般的にはですね、普通の我々のブログだとか、サイトだとか、ドメインパワーなんて普通考えられない。だけど、ちょっと話聞いてくださいね。前知識2として、ドメインパワーのあるサイトにするにはどうしたらいいの？これね、従来のね、SEO じゃもう全然ダメなんですよ。これもうね、本当に価値あるページっていうことなんです。それはね、毎日のようにたくさんの新しいページが作られている。まあ、超更新頻度。それからものすごいアクセスがある。これあの一つのページにものすごいアクセスがあるっていうんじゃなくて、全体でね、その一つのドメイン、価格 .com なら価格 .com のドメインの中にいろんなページがあって、その中にいろんなアクセスがいっぱいあって、そのアクセスが、の合計がすごい。この二つなんですけども、これ一人でできますよ。この二つ、一人のパワーではどうにもなんないと思うんですよ。だから今まで皆さんがいろいろと自分でブログを作り、自分でサイトを作り、そして、まあ、例えばアメブロなんかは、すごくアクセスが集まりやすいとか言われてましたよね。あれやっぱりね、こうドメインパワーがある程度あったと思うんですね。ただ今はね、商用禁止になったんでどうにもなんないんですけども、まあそういう意味もあると思うんですね。それから例えばね、ドメインパワーがある会社のページって言ったら、もうたくさんのウェブデザイナーがいてね。で、その社員が毎日新しいページを作ってるわけです。そんな環境が本当は必要なんですけども、いや、そんなのは無理です。でも、私たちがドメインパワーを実現する方法、実はあるんですよ。一つのドメインの中に、大勢の会員がいるページ。つまり、いろんな人がね、これが10人、100人、1000人と、たくさんの人たちが、1ヶ月に5ページとか10ページとかね、そんなにたくさんではないと思うんですけれども、一つのドメインの中にたくさんの会員がいて、その会員が自由にね、新しいページを作ってる。そんな状況であれば、いいわけですよ。大勢の会員が積極的に新しいページを作る。それから、どのページも、まあ、多少なりともね、アクセスが集まってる。これだけ揃えばいいんですね。で、例えば、一つのドメインの、これを使いましょうよっていうね、
そういうドメインの中に参加者が最低でも100人以上、例えば100人以上が毎月ね、5ページアップしたとすると月に500更新があったということに、あったということになりますね。1人が10ページだったら1000ページ更新ということになる。で、これがもし1000人だったらね、1万ページ更新ということになる。それとですね、あとアクセス数ね、このアクセス数の確保なんですけども、最初はね、一番最初から SEO で検索されるということはまずありえないですから、じゃあ具体的にどうするかっていうと、Facebook だとかね、そういう SNS 連動でアクセスを集めるんです。これはね、まあ皆さんね、SNS、Facebook やってればね、知ってる方もいるかもしれませんけど、検索上位に関係なくですね、要するに連動させることによって、検索上位に関係なくね、初日から50、100アクセスはね、集まるんですよ。まあ、それのね、累積。ね。例えば500ページありました、1000ページありましたっていうところで、それの累積あったら、これ大変なね、アクセス数になるんですね。だからそういう意味では、地理も積もれば山となるで、多少なりともアクセスが集まるって言ってもですね、地理が積もって大きなアクセスが集まるようになるんです。じゃあ具体的な戦略ということでお話したいんですけども、やっぱり会員が増える仕組みがなきゃいけないんですね。100人、1000人とね、会員が集まる仕組み。後で紹介するんですけども、Facebook アプリでサクサク稼ぐ方法はすでにご存知の方も結構いらっしゃるかもしれません。まあ3000円で気楽に手に入るんですけども、まあこちらの方でやる方もいらっしゃいます。それから、ニューサクサククラブってのがありましてね、こちらはね、会員募集専門のクラブですね。まあ、私の会員募集の代理店みたいな、まあ代理者というかね、まあそんな感じなんですね。で、そういうことでですね、まあその方々がですね、Facebook アプリでサクサク稼ぐ方法から会員募集。それから、こちらのね、ニューサクサククラブの方で、専門的に会員募集する。これやり方は全部先ほどお話したのと一緒で、最初は Facebook だとか、そういう SNS でですね、テンプレートのね、文章をコピーペーストでお友達に送るだけです。大事な人にね、10人も集めれば大変なことですから、ゆっくりやればね、十分に可能だと思いますよ。で、その会員募集した方々が一体何するかって言ったら、こちらのインターネットコンビニクラブ、最終的にはね、こちらに来る。で、ずっとこれだけやってればいいじゃないのと思うかもしれませんけども、実はこれはね、限度があるんですよ。だいたい1人から100人ぐらいは集めてほしいなと思っております。あなたは10人かもしれないけど、あなたの 2tier を含めて100人ぐらい。そうすると、100人が100人で1万人になっちゃいますよね。1万人がまた100人集めて100万人になっちゃうんですよね。あっという間に日本の人口を超えちゃいますよね。ということは、これはね、限度があるんですよ。だから、サクサククラブの会員っていうのはもう1000名が限度。つまり集めるだけの人は1000名が限度。で、そこまでの方々は、あとですね、じゃあ同じようにサクサククラブの会員を集められるかっていうと、そちらは停止です。そうすると、この方は1000人になった時点では、インターネットコンビニクラブの会員を募集するってことです。こちらがまあ、一番最初に書いてあった、初回マージンがね、1万5000円の翌月から2500円。まあ、こちらは1万3750円の翌月から2500円ということで、ずっと続くんですけれども、1000人超えたらこちらだけになります。なぜかというと、こちらはですね、その会員募集でどんどん増えていくんですね。会員募集をすることによって増えていく。だけども、それはもう当然限度があるわけです。サクサククラブは1000人ね。でもこちらの方はもっと1万人とか2万人とかでも大丈夫なんです。なぜかというと、こちらの方はですね、無限に商品を並べられるんですね。だから会員募集以外の収入がたくさんある。だから、半永久的に稼げる一生のお宝サイト、まあポータルサイトなんですけども、まあこちらの方も、こちらの方でしたらね、かなりの数ができます。例えば、セブンイレブンという、まあこれはリアル店舗のセブンイレブン、まあ、フランチャイズですけども、リアル店舗のコンビニね、の場合だったら大体まあ3万店とか5万店ぐらいかな、日本全国で。まあそうするとインターネット版ですから、もうちょっとね、多くてもいいんですけれども、私はもうちょっと少ない数で抑えたいなというふうに考えています。まあそれ以降はもう会員さんがね、一人一人がもっともっと儲かるような仕組みを作っていけばいいんじゃないかな、というふうに考えているので、まあどちらもね、限度はあるんですけど、こちらの限度のこちらは10倍から20倍あるんですね。まあそういうふうに考えています。で、そこでまあ、半永久的な継続収入、インターネットコンビニクラブと、
こうなってるわけですけども、まあ、こちらのシステムによって、インターネットコンビニクラブの多くの加盟者がページを更新して、SNS イベントによってアクセス数を集めたとしたら、前途のようなドメインパワーができてくる。それにはね、最低100名の加盟者が必要なんですよ。今正直言って現在まだ30人ぐらいなんですけども、最低100名ですね。そうなれば、加盟者がね、ブログアフィリのページを作っても、独自商品のページを、独自の商品のページを作っても素早くね、検索上位となって、少しの時間と労力で売れるサイトということになるわけです。まあ、ここに赤い文字でね、書いてありますけども、加盟者募集は入札作業と同じなの。それからコンビニクラブは、何万点もあるアフィリ商品ってたくさんあるんですよ。まあもちろん自分の商品でもですよ。それとあなたの、これらはですね、無限に掲載できますので、まあ無限といってもね、最初は100とか200とかね、まあせいぜい1000、2000、1万点なんても、まあ、入れられますけども、まあそれはかなり時間かかると思うんですね。まあでもね、もし売れ筋商品を最初一生懸命ページを作った方がいいと思いますね。まあとにかく制限にはありません。いくらでも入れられるんですね。で、それがですね、いずれ、価格 .com とか Amazon に匹敵するサイトになってくる。ここに、まあ、まとめましたけども、もし加盟者が100人で、月間500から1000ページの更新頻度だったら、まあ、それでも普通よりも、はるかに検索上位になりやすくなるんです。でも、もし加盟者が1000人で、月間5000から1万ページの更新頻度になったら、どうなっちゃうかというと、まあ、こちらの大手のドメインパワーに匹敵するようになってしまう。おそらくね、1000人いないと思うんだね。毎日ページを作ってるような人が1000人はいないと思うんですよね。でも、まあ、トータル今までの累積ですごいページになってると思いますけどね。だからね、これものすごいスピードでページの更新頻度が激しくなるので、こちらに負けないね、もっとすごいドメインパワーになると思います。まあ、そのようなドメインパワーの一員であれば、もう皆さんがね、一人が新しいページも、古いページも、みんな検索を上位になって、例えば100ページやったら、100ページが検索上位になったらいかがですか？結構売れると思いますよ。つまり、一人の力がみんなの力。みんなの力があなたの力。みんなが更新してくれると、それがあなたに影響してくる。あなたが今日1ページ作ったら、それがみんなに影響する。このね、協力体っていう、こういう考え方なんですね。だから会社であれば一人一人を例えば給料払って雇ってですねやんなきゃいけないし毎日会社に行かなきゃいけないけどこれはみんなが好きな時間に好きなだけねやってですねそして会員だから稼ぎたい人は一生懸命当然やるでしょうしねだからとにかくねこの軍団でやっていきましょうグループでやっていきましょうとこういうね素晴らしいグループにしたいと思うんですねまあそういったことで前半を終わりたいと思いますで後半はですねこの今ご紹介した3つの商材について詳しく説明したいと思います。